少し標識が違うんです。それではヒントをお教えしていきましょう。プリンのお母さんは他のイルカたちと同じ口先が長いことが特徴のファンドイルカ。お父さんはハナゴンドウという違う種類のイルカなんです。皆さん、今私が持っているパネルにご注目。これがお父さんのハナゴンドウです。頭は丸く、くちばしがないことが特徴のイルカなんですよ。プリンはハンドイルカとハナゴンドウの間に
性があるからこそできるパフォーマンスです。皆さんどうぞ最後までお楽しみください。
ぜひ、これからも進歩を続けるナミスト・ピンチョーズのゆるかショップとグリーンの活躍にもぜひご期待ください。